早速でですすが質問ですイヤモニって何が流れてるんですか自分のののパーートのメロディーのみが流れてるんですかっていうねまあそうですよねあの皆さんからすればよくね歌番組でいろんな方がねあの耳にはめているあれ何流れてんのそうだよねみんなは思うよねしかも多いしね イヤモニしてる人すごい多いよね歌番組行くとうんまあ僕はそうですねあのイヤモニを使用させていただくのはこうでか,い会場でかい会場でかい会場でいろんなところに行って、えー、パフォーマンスをするっていうこう位置が変わるじゃないですか位置が変わると音のこう伝わり方って全然変わってくるんですよ だから本当ひどい時なんかはあの東京ドームでやらせていただく時なんかはあのステージにいてステージと、まあ、僕ら SMAP でやらせていただく時はあのよくセカンドステージって言って一番ステージから遠いところに僕らが行ってパフォーマンスをすることもあるんですけどあのセカンドステージにいてメインステージからバーン と発せらられる僕らの音源もしくは声っていうのがひどい時は1秒遅れるんですよだから「ヘイ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 !」ってお客さんと盛り上がりたいんだけど「ヘイ!」がそのメインステージからダーンって出る自分が「ヘイ!」って言った声が「ヘイヘイ!」ぐらいずれるんですよ。 そうするともう成立しなくなっちゃうので、そういう時は僕はイヤモニをよく入れてますけども、うん、あのー、歌番組では、そうですね、あんまり必要とはしないかな。うん。まあでもそのイヤモニから何が流れているか。これはですね、えー、まあバンドさんとか、えー、もしくはカラオケでこうね、歌うわけなんですけど、 そのカラオケと自分の声のバランスを一番そのアーティストの方のこう心地よいバランスにあんまりオ、OK、ケがでかすぎて自分の声がちっちゃいと歌いづらいし自分の声をいかにこう空気の伝わりなくストレートに聞けるかっていう内容が流れてるんだと思いますよ。 はい、あのすごい今丁寧に説明したなって思ったんですけど、うん、だからあのステージにあるモニターって言ってあのスピーカー自分の出した音がそのアンプから流れてくるんですけどそのモニターから耳に伝わるその空間すらいらないっていうことなんじゃないかな。それでみんな直接耳に モニターを入れてだからイヤモニっていうでしょ本当はステージにあるんですよモニターってなんだけどそのモニターを使わずもう耳に直接モニターを入れてしまおうっていうのがイヤモニですねうんこれで静岡県の三木には分かってもらえたんじゃないかなと思いますけどもはいいやーびっくりしましたよイヤモニって何が流れてるんですかって <laughs>